まず円周率は円の直径に対する円周の長さの比率のことなんだ。そして円の面積は円周率かける半径の2乗だったよね。公式で表すと円の面積を S、 半径を R、 円周率を π とした場合 S イコール πr2 乗だね。だから半径を1とした場合 π×1×1 イコール π となり、円周率と円の面積とがイコールとなるんだ。円の中心を x 軸 y 軸ともに0とした場合、円の上の部分は x は0、y は1、円の右側は x は1、y は0となる。右斜め上は x は1、y も1となる。この4点を結ぶと長さが1の正方形が描ける。次にその正方形の中にランダムに点を打っていく。とりあえず20個ランダムで点を打つね。その打った点について円の内部に存在する点を数える。今回は20個のうち15個が円の内側に入ったとする。正方形の面積は 1×1 で1だよね。その面積に対して均等に点が打たれているとした場合、円の面積は20分の15で表される。つまり正方形全体に対する円の内部の点の割合を円の面積として考えるんだ。今回は円全体に対する面積の4分の1の面積を求めたわけだから、これを4倍すれば円全体の面積となる。そして初めに話したように半径1の円の面積が円周率と一致するから、今回の場合は20分の15かける4が円周率となる。さっきのサイコロと同じように点の数を増やすほど精度が上がり、みんなが知っている 3.1415 と永遠に続く円周率に近づいていく。ちなみに点が円の内側にあるかどうかは置いた点の x と y の座標を確認して x の2乗プラス y の2乗の値が1よりも小さければ円の内側となる。つまり x の2乗プラス y の2乗が1の場合は点が円周上に位置してるんだ。今話した内容を Python プログラムで表すとこんな感じになる。今回は点を2000個打っていこう。円の中に入った点を赤、円の外だった点を青にして円周率を求めるプログラムになる。NumPy と Matplotlib の呼び出しはさっきと同じで、ランダムに打つ点の総数を2000としてトータルカウント変数に代入する。円に入った点の数は初期値0としてインカウントに代入する。法文はさっき宣言したトータルカウントの数だから2000回繰り返す。さっきの x2 乗プラス y の2乗が1より小さい場合は円の中に入ったっていうことだから赤色で点を打つ。それ以外は青にする。同時に円の内側の点の数割る打った点の総数 ×4 をして、さっき説明したように円周率も出力してみよう。じゃあ実行してみよう。青と赤に分かれて円の4分の1が描かれて、同時に今回の半径1の場合の円の面積、つまり円周率が算出できたね。さっき話したように打つ点が多くなるほど精度が上がって 3.1415 のみんなの知っている円周率に近づいていく。こんな感じでランダムな数をたくさん与えて事象を確率的に解析することをモンテカルロ法というんだ。大学入学共通テストではこのシミュレーションした結果を複数組み合わせて読み解く能力が求められるから、今後問題演習をしてデータ解析能力を鍛えていく予定だよ。